つくば大学つくば大学つくばキャンパスつくば大学つくばキャンパスつくば大学つくばキャンパスは茨城県つくば市天皇台一丁目一番地一に所在するつくば大学のキャンパス6番乗り場の欄につくば大学循環が表示されているつくばセンターバスターミナルの発車表日中でも10分間隔でキャンパスに乗り入れるつくば大学の中核施設である つくばキャンパスは、東京の北東約6 0ートつくば研究学園都市中心市街地の北方およそ数キロ地点に位置し、南北約4トル、東西約1トル、総面積257ヘクタールある。本キャンパスと合わせて、文教系、建設系の各研究機関が集積資団地下、されている。キャンパスは、東、北、中、南。 西及び、カスガの6地区に区割りが行われており、さらに単独の建物である、カスガプラザが加わる。最南端のカスガ地区から一番北に所在する、施設までは直線距離に換算して 5km にもなる。隣接地に対して開放的に設計されている。周囲を取り囲む塀や柵などを設置しておらず、公道と同じように車道が縦横に通る。 面積の広さゆえに路線バスが通っており、実に19もの停留所がキャンパス内に設置され、通学など外部とのアクセスのみならず内部の移動手段としても活用されている。筑波キャンパスの建設や環境整備は筑波大学の施設部と、それとは独立した施設環境計画チームによって実施された。日本の国立大学の施設建設は、 大学の施設部が一元的に行うことが多いが、これとは異なった形態である。筑波キャンパス建設に関する意思決定機関としては、筑波大学開学以前に、前身の東京教育大学に設置された、筑波新大学開設準備委員会の下に置かれた、施設専門委員会が担当した。文部省に設置された、筑波新大学創設準備会の中の施設部会が、 審議を担当した。1973年11月の大学開設と同時に大学に施設環境委員会が設置され、翌年には施設環境計画審議会となり建設時の中核的な役割を果たした。施設環境計画チームは筑波大学の建設が実質的に決定された1971年8月に発足した。メンバーは 東京教育大学の専門分野の教官、大学施設部のスタッフ及び文部省、教育施設部公営課のスタッフであった。メンバーは、最多時期で10名程度の少人数であった。筑波キャンパスが、現在のような規模になったのは、1982年、頃である。筑波大学の開学当初は、学生数、教職員数、学部数ともに小規模であったが、 おおよそ10年かけて、現在と同程度の規模に拡大した。以下、この最初の10年間の遠隔について述べる。1981年度に、現在の筑波キャンパスの全体的な姿は完成し、マスタープランである TUV2000 は完了した。その後、現在までの長年の期間で、新たに多くの施設、建物が増設された。以下、 1982年度以降から現在までの遠隔を説明する。キャンパスの南端は中心市街地に接し、市民の利用度の高い大学病院や学生宿舎を配置している。キャンパスは中央のくびれた部分を挟んで南北に大別され、さらに北から順に北地区、中地区、南地区、西地区、春日地区,日地区に分かれている。 それぞれの地区に設置されている施設、建物は以下の通りである。第2エリアから中央図書館を望む後 C 棟総合研究棟、D 棟、つくばキャンパスは単一のキャンパスとしても極めて広大であるため、一般的な日本国内の大学のようにキャンパス内の各施設、建物間を移動する際に徒歩のみを用いると時間がかかる。そのため、 以下のように交通を効率的に行うことができるように考慮されている。ペデストリアンデッキ南北を貫通する形でペデストリアンデッキが付設されている。学生や教職員にはペデという略称で親しまれている。ペデストリアンデッキには歩行者及び自転車のみが侵入することができ、四輪自動車やバイク、原付などの通行は禁止されている。キャンパス内の移動には 自転車が最も多く利用されている。ペデストリアンデッキは特に学生の移動量が増加する講義時間同士の間にある休み時間に自転車による渋滞が発生するほどに混雑することがある。ループ道路つくばキャンパスの内部にはループ道路と呼ばれる環状の学内道路が付設されておりその長さは一周すると約7 1トル程度である。 元来このような一つのループ道路を建設する計画であったが、非常に南北の距離が長いため、ループ上の3箇所に東西を結ぶ通り抜けタイプの補助道路が追加された。ループ道路の種類ループ道路の種類は、メインループおよびサブループに分類される。公道との接続ループ道路は、つくば市を通る公道と多数箇所で接続している。接続点は交差点となっており、 合計11箇所存在する。そのうち6箇所には信号機が設置されている。つくばキャンパスに外部から自動車で侵入する場合は、これらのうちいずれかの交差点から入ることになる。なお、つくばキャンパス内の道路のうち、歩行者、自転車のみが利用することができる道路などとキャンパスの外側の行動等を接続している箇所は無数に存在するため、以下、 自動車が利用することができる侵入路とそれに接続されている交差点、行動の名称のみを列挙する。交通規制ループ道路の規制速度はすべて3 0トル毎時である。ループ道路内の至るところには30と書かれた道路標識等が掲示されている。しかしながら実際には制限速度を超えて走行する自動車は多い。ループ道路は 前述の行動との接続部分10箇所以外には、信号機は設置されておらず、またメインループは、曲がり角部分を除くと、ほぼ一直線となっているなど、速度が出しやすい構造となっている。ただし、ペデをまたぐ部分の前後は、意図的な段差が設けられており、スピードを落とさなければならないようにして、交通事故防止を図っている。駐車場つくばキャンパスに、自動車で通勤。 通学、訪問することができるようにするため、学内には合計59カ所の駐車場が設置されており、7213台を収容することができる。駐車場の利用つくばキャンパス内の駐車場を利用する者は、つくば大学交通安全会から駐車場の交付を受ける必要がある。原則として、常勤形態で、 筑波キャンパス内に勤務する者や学生は、筑波大学交通安全会に年会費を支払い、指定駐車場の利用許可を取得する必要がある。ただし、筑波大学では広大なキャンパスにおける、防犯上の観点から、毎日午後4時から、翌日午前9時までの間は駐車場の利用許可が、ない場合でも駐車を認めている。来訪者など、臨時に駐車する必要があるのは、 案内センターに立ち寄ることにより、1日あたり100円で、その日のみ、利用可能な駐車証を購入することができる。駐車に関する、取締りの実施駐車証なしで駐車したり、駐車可能区域以外に不当に駐車した場合は、国立大学法人筑波大学校内、駐車違反車両取扱い要領に基づき、自動車ごとに違反点数が記録される。 違反点数が7点を超えると、自動車に車輪施錠措置の警告書が貼り付けられ、さらに違反を続けると、車輪施錠が貼り付けられる。このような場合、筑波大学生の場合は所属する各支援室に、学生宿舎居住の学生は、学生生活課に、職員は人事課に、その他は資産管理課に出頭し、指導を受け、 制約書を提出しなければならないことになっている。循環バス2005年7月までは、学内バスと呼ばれる、筑波大学内のループ道路を循環する、学内連絡バスが、大学によって運行されており、誰でも無料で利用することができた。利用者が少なかったこと及び運転手の人員減少などの理由により廃止され、筑波大学キャンパス交通システムの運用が開始された。 これは大学が関東鉄道と提携することにより大学内を循環する路線バスを新設するものである。年間4200円程度を支払って定期券を購入した学生は1年間利用することができる。また定期券を持っていない者は通常料金を支払うことにより道路線を利用することができる。高速バスの乗り入れ東京と つくば研究学園都市との間を運行する高速バス、つくば号が2006年10月より本キャンパス内に乗り入れるようになった。なお終点は、つくば大学中央ではなく、つくば大学と称する。詳細は、つくば号参照。つくばキャンパス及びキャンパス内の施設、設備における大学業務や教育研究活動を維持するためのインフラストラクチャーのうち、 特に特色のあるものについて述べる。エネルギー供給システムの概要エネルギープラントエネルギープラントとは、キャンパス内における各種エネルギーサービスの供給拠点であり、受変電施設、電話交換室、熱供給、冷暖房のためのボイラー施設、防災管理センターなどが集中されている。エネルギープラントは、以下の2カ所である。 サブステーションサブステーションは、キャンパス内に合計全396箇所あり、エネルギープラントからのエネルギー供給を受け、これを、キャンパス内の多数の施設、設備に供給する。エネルギープラントから、サブステーションまでの配管、電線、及びサブステーションから各施設、設備までの配管、電線は、いずれも共同工と呼ばれる、地下道に収容されている。 共同港筑波キャンパスの共同港は、南北約 4km の幹線をはじめとして、合計約 14km 以上の長さを持つ地下道である。内部には、水道、ガス、冷暖房、電気等を供給するための配管や配線が、付設されている。これにより、工事の都度、道路や地面を掘り返す必要がなく、通行への支障をきたすこともない。 つくばキャンパスには、電柱や送電線がなく、景観上良好な環境が実現されている。構造共同校は、幹線及び視線から構成されている。幹線は、メインループ道路及び一部のサブループ道路の、西側ルートに沿って、北は、農業技術センターから、南は、 都市部との接点まで約 4km の南北幹線及び2つのエネルギープラントと接続するタンク間の幹線からなる。支線はこの幹線共同校から東西に分岐して各サブステーションを結ぶもの及びサブステーションと各建物、施設を結ぶものとからなっている。共同校には原則として上水道管、中水道管、都市ガス管、ヘリウム回収管、 高温水供給管、蒸気供給管、高温水回収管、蒸気回収管、高圧電線、低圧電線、電話線、監視制御ケーブル、放送ケーブル、同軸ケーブル、コンピュータネットワークケーブルが収容されている。排水系は一切収容していない。使用電力引き込み筑波キャンパスで使用される電力は1本の特別高圧線及び3本の高圧線により、 供給されている。消費量筑波キャンパスにおける電力の消費量は、年間約1億1360万 KWh である。これは、一般家庭約3万世帯分程度の消費量に相当する。ガス引き込み筑波キャンパスで使用されるガスは、筑波学園ガス株式会社より、都市ガス用中圧管によって供給されている。まず、 エネルギープラントのガスガバナー室に引き込まれ、次にこれを学内に共同校を用いて供給する。消費量つくばキャンパスにおけるガスの消費量は年間約570万立方メートルである。これは一般家庭約1.6万世帯分程度の消費量に相当する。水道つくばキャンパスで扱われている給水の種類には止水と注水の2種類がある。 以下、止水について解説する。引き込み筑波キャンパスで使用される水道は、筑波支援水道を使用し、200A の圧力で供給されている。まず、エネルギープラントにある受水素に引き込まれ、次に、これを学内に共同項を用いて供給する。消費量筑波キャンパスにおける水道の消費量は、年間約126万4千立方メートルである。 これは一般家庭約6500世帯分程度の消費量に相当する。注水筑波キャンパスにおける実験によって排水された実験排水はキャンパス内にある実験排水処理施設によって浄化され注水となり学内に供給されることになる。ただし、止水と注水は分離された配管により供給されているので混合する恐れはない。 電話電話システム、つくばキャンパスで使用される電話は、東日本電信電話株式会社及び、楽天コミュニケーションズ株式会社によって、公衆電話網と接続されている。つくばキャンパス内の電話機数は、約4000程度であり、事業所集団電話方式によって、サービス提供している。エネルギープラントに電話交換機室が設置されており、ここに電話会社から、 電話回線が供給されている。これを各電話機へは再び共同校を経由してサービスされる。使用量つくばキャンパスにおける電話サービスの消費量は金額においては約5200万円である。冷暖房システム冷暖房システムは主に中央、機械室の高温水ボイラーを熱源とする大規模、集中方式となっている。しかし、 2006年度から高温水ボイラーの縮小化が開始され、今後は順次、ブロック別集中方式及び個別方式へ転換される予定である。放送システム通知、時報、火災放置等の学内一般放送システムは、本部棟にあり、共同校によって、キャンパス内の全建物に配信される。大学の優先テレビは、教育機器センターの UTV 放送局から、 同様に共同校によって全学に配信されていたが、1995年に廃止された。コンピュータネットワークシステム、学内欄、または、キャンパスネットワークと呼ばれる、筑波キャンパス内の欄は、学術情報メディアセンターにより管理されており、学内での通信及びインターネットへの高速アクセスが提供されている。学内ネットワーク、筑波キャンパス内のネットワークは、 コアスイッチおよびフロアスイッチによって構成される2層構造となっている。学内欄のアドレッシングはグローバル IP アドレスを用いている。インターネットとの接続学術、情報メディアセンター内に設置されたインターネット接続装置を経由し、国立情報学研究所の提供をする SINET3 よび筑波研究学園都市に付設された筑波湾に、 それぞれ10ギガビットイーサネットで接続されている。筑波大学の学生宿舎は市野や閉鎖、津越、春日の4つの宿舎地区からなる。入居定員は単身用4010人、世帯用186世帯で、学生に良好な勉学の環境を提供し、自律的な市民生活を体験させることを目的に設置されている。2009年度から、 改修工事が行われており、壁面をモノトーンからカラフルに塗り替え、2011年11月27日に公共の色彩賞を受賞した。未改修棟と改修棟が存在しており、新入生は原則改修棟入居となるが、決して良好な環境であるとは言えない。2017年度から未改修棟では約13%改修棟では、 約30%の値上げが実施される。かつては、ほぼ全員の1年生、2年生が、学生宿舎に入居した。現在は、1年生のみになった。この点で、筑波大学は、全寮制に近く、日本の大規模な大学では、珍しい形態である。筑波の学生は通学するのではなく、大学内に居住するのである。また、学生宿舎では、 一年に一日だけ電気、水道、トイレが使用できない日がある。管理、運営国立大学法人筑波大学が直接管理しているわけではなく、関連団体の一般財団法人筑波学都資金財団により管理されている。実態は部屋貸しに近いもので、学生による宿舎の自治は行われていないが、新入生に助言を行う、コミュニティリーダーと呼ばれる。 上級生が複数に任命されている。日常の運営業務は各地区の管理事務所が担当する。ただし、2016年度より運用開始となった短期ショートステイ専用宿舎は筑波グローバルアカデミックサービス株式会社が2017年より運用開始となったグローバルビレッジは PFI 事業者の大ワリース株式会社がそれぞれ管理を行っている。 設備宿舎の格闘には以下のような設備がある。宿舎祭ヤドカリ祭りヤドカリ祭りとも呼ばれる。毎年5月最終週の金曜日と土曜日に筑波大学宿舎祭実行委員会の主催で行われる。大学の公式行事ではないものの公認は受けている。目玉行事として各学軍で制作した見こしと浴衣コンテストがある。 ユカコンは、各学軍から一名ずつ代表者が出場し、パフォーマンスを行う。一の野学生宿舎一の野学生宿舎は、筑波大学北地区に位置する。居室棟は一号棟から三十八号棟まで三十一棟、あり、四つの宿舎地区の中で最大である。宿舎名、一の野は、付近にある一の野野坂神社から取ったものと、考えられている。 一野屋共用棟には山崎ショップが入居している。ただし24時間営業ではない。浴場は2012年度末に終了し、今はシャワーで済ますしかない。一野屋共用島内の食堂は、現在業者が撤退し、宿舎の食堂が存在しないため山崎ショップで、弁当を購入したり自炊したりする必要がある。ただし食事スペースは開放されている。 回収された胸のうち、道路沿いの胸の壁面は、周囲の自然と調和するように、薄い緑色に塗装され、市の野地区の中心部にある胸の壁面は、オレンジ色などの鮮やかな色で塗装されている。また、部屋の広さは単身用居室の場合十平方メートルを交渉しているが、実際は縦3.8メートル横1.9メートルの7.22、 平方メートル程度の部屋であり、さらに4階の場合は、天井の高さが他より20センチメートル程度低い2.2メートルであり、部屋の明かりである、蛍光灯は、業務用の1.2メートル直管蛍光灯が1本、あるいは2本が、カバーなどなく普通に設置されているため熱が伝わり、部屋全体として、快適とは言えない作りとなっている。閉鎖学生宿舎閉鎖学生宿舎は、 筑波大学西地区にある。居室棟1号棟から12号棟まで11棟あり、非常勤講師等宿泊施設を併設する。宿舎名、閉鎖は立地場所の小技に由来する。閉鎖共用棟は4つの宿舎地区の中間付近にある。ため、サークル等の待ち合わせ場所によく用いられる。2階にある、閉鎖管理事務所は、 長期休業期間中に追い越し地区の業務も代行する。また、閉鎖駐車場は宿舎祭の会場として利用される。回収された胸の壁面は膝端ごとに違う色で塗装されている。閉鎖宿舎のスラムと呼ばれる湿気のひどい胸が廃止されることが発表された。なお、スラムと呼ばれる部屋の中でも特別に環境が悪い部屋はグランドスラムと称されていた。 グローバルビレッジ、閉鎖地区南東部に PFI を導入して新たな宿舎、グローバルビレッジが2017年4月に運用を開始した。従来の宿舎とは異なり大和リースが運営を手掛け、日本人学生と留学生が5人で1ユニットを共有するシェアハウス形式を採用している。従来の宿舎の共用旨に相当するものとして、 コミュニティステーションも建設されている。2017年度は62ユニット310個室を運用し、2018年度よりさらに38ユニット190個室が追加運用される。追越学生宿舎、お越し学生宿舎は、筑波大学西地区にあり、閉鎖宿舎の南に隣接している。居室棟は13号棟から27号棟まで15棟、ある。 宿舎名、追越は立地場所の小技に由来する。追い越し教養棟には、教員の子供向けの百合の木保育所と電気店が入居している。一部の居住棟には、コインシャワーが整備されている。看護師宿舎、客員研究員等宿泊施設、外国人教師等宿泊施設を併設する。春日学生宿舎春日学生宿舎、春日学生宿舎は、 つくば大学春日エリアにある。同地が図書館情報大学であった頃からの宿舎で、つくば大学との統合により引き継がれた。そのため、他の学生宿舎と設備面で異なる部分がある。つくば市中心市街地に最も近い。居住棟は1号棟、2号棟と留学生宿舎の3棟のみである。宿舎名、春日は立地場所の町名に由来する。 一号棟と二号棟の上階をつなぐ、渡り廊下は、もともと一棟すべて、男子宿舎として使用していた二号棟の一部を、女子用に転用するため、図書館情報大学時代に増築されたものである。他の宿舎地区とは違い共用棟はないが、居住棟内に管理事務所と浴室が、福利厚生棟に、食堂や売店が設置され共用棟と同じ機能を、有する。 キャンパス内は各地区ごとに施設配置が行われている。北地区には学生宿舎基盤施設を、中地区には研究及び教育関連施設の多くを配置。南地区に学生会館、運動施設、体育科学系施設、芸術学系施設を、西地区に医学系施設と学生宿舎を配置。春日地区はかつての図書館情報大学であり、 図書館情報学関連の施設のほか体育館や学生宿舎など一通りの施設が置かれている。筑波研究学園都市建設前の地形を活かしているため、学内には池や丘などがあり、その周辺を散策できるようにもなっている。ありがとうございます。